返す。キルチームリーダーから部隊へ。ボックス通信を確認しろ。そこから2キロ目だ。墜落した。ウイルス爆弾は持ってるか。くそ。移動中。ブラザーダリウスと連絡が取れない。軌道ランチャーに近づいている。確保に取り。ヘルストロス、ウルファ、俺は墜落現場に移動する。聞こえるか。指揮官から連絡は。いや、墜落後連絡はない。聞こえてないのか。ヘルストロス、指揮を取れ。どんな命令を受けた。計画通りだ。ウイルス爆弾を成層圏に発射し爆破してティラニットの死に様を見届けてやろうぜ。そいつはいい眺めになりそうだな。送信機の故障だろう。ほんまゴッドだ。ここは奴らが溢れ返ってる。ウルファ、ベレン、ベレン、ブラザーよ、その献身は帝国の名誉に値する。ストロス、聞こえるか。俺はウイルス爆弾を持って軌道ランチャーに向かっている。そんなもんなのか、ゼノビー。かかってこいよ。
エルストラス、しっかりしろ。爆弾は無事だ。ログを記録。このログを復元する帝国部隊。俺の旧チームはコースを外れて不時着した。ブラザーはティラニッドに葬られ全滅したんだ。ウイルス爆弾は俺が持っている。機動ランチャーに移動中だ。こいつを成層圏に発射しティラニッドの位置に散布する。成層圏爆発の軌道に設定しろ。主な儀式を行う必要があります。コマンドコンソールで認可されたマゴスを探してください。勤務中のマゴスは無反応です。エレベーターを呼べ。精霊、機動ランチャーの状況はどうだ？休止状態です。コンソールは22時間休止しています。バーキシンに対するこの不敬行為は記録されました。発射システムを起動せよ。初期化の儀式を行う必要があります。コマンドコンソールで認可されたマゴスを探してください。休止状態から起動します。根源祭の儀式が初期化されました。10年の祈りを始めてください。まったく、もっと作業を急げないのか。地震による混乱の発生、機能が変更された可能性があります。
致命傷を受けたが、我々のルビコン手術で一命を取り留めた。再生されたんだ。これでお前はプライマリスだな。なぜだ。カルガー閣下が直々にそう命じたからな。いるのか。いや、総市長に召喚された。監視要塞に戻らねば。お前は配置換えされた。俺の居場所はデスウォッチにある。タイタス、異端審問長はお前に何の罪も見出せていない。異端の罪に問われ、お前は約一世紀にわたってデスウォッチで償いをさせられたが、決してくじけなかったな。しかしブラザーたちの裁きを受けるまでお前の救済が叶うことはないだろう。己の無実を皆に証明することで真の許しを得るがいい。お前にとって人生とは。名誉こそ我が信条。お前にとって運命とは。任務こそ我が定め。お前にとって恐怖とは。失敗こそ我が恐れ。お前にとって褒美とは。救いこそ。死に狂いこそ我が独創。お前にとって制約とは。我が誓いとは常しえの奉仕なり。ルビコン手術によりお前はプライマリスとして再生された。さらに強く、速く、打たれ強くなったんだ。これでお前は再びウルトラマリーンの一員となるだろう。ブラザーたちはお前がデスウォッチにいたことを知るはず。だがブラックシールドとしての不名誉な身分は記録から抹消されたであろう。万一それを暴かれたら疑いを招くだろうな。カルガー閣下からいただいた二度目のチャンスだ。無駄にするなよ。